今日は、まあ、ワクチン接種、新型コロナウイルスのワクチン接種、いろいろ私のツイッター等でですね、異論が出ていることについて解説をしたいと思っております。ワクチンを打ってないことを自慢したり、俺はなんか2回もかかったけど、ワクチン打ってないぜ、みたいな、ワクチンを打つのは個人の、打つ打たない個人の自由だ、なんていう人はですね、社会から僕はいなくなってほしいと思います。そういったものを SNS 等に書いてですね、煽ることで、ワクチン打つと副反応怖いとかですね、めんどくさいとか、そういうふうに思ってる人たちが、言い訳を、あの人が言ってるから大丈夫だとかですね、言ってる人たち結構いると思います。そういった人たちが僕はいなくなってほしいなというふうに思ってます。できるだけたくさんの人が打つことによって集団免疫というものがですね、自然免疫でも、まあ、時間をかければそれは集団免疫を獲得できるかもしれませんけれども、こんななんかみんなマスクして行動制限をしてるなんて話がですね、つどつど出てくるような社会が正常とは到底思えませんし、こんなの何十年も続けてるわけにいきませんので、まずやらなきゃいけないことを、マスコミはですね、感染者数の発表をずっと続けること、これがまず一番良くない。さらにですね、無駄な行動制限、まあ、例えばですね、飲食店で別に黙ってずっと食事してりゃマスク入るときにマスクを着用しろとか、そんなこと言っても仕方がない。屋外で一人でいるとき、あるいはもう本当にまばらな人しかいないときにですね、マスクをつけるなんていう行為はですね、こんな真夏のですね、暑いときに意味がない。どころかですね、危ない。こういった同調圧力的なものをやめていきましょう。そして、もう皆さん、大体新型コロナウイルスになったらどうなるのか、分かったでしょう。なんか熱が出て、高熱が出たらですね、解熱剤、カロナールみたいなのを飲んで、家でじっと してましょうと。発熱外来とか行ってもですね、対症療法しかありません。まあ、つまり、なすすべがありません。家で、そういったポカリスエットみたいなのを飲んで、カロナール飲んで、じっとしているのが一番いいです。それでですね、本当に基礎疾患がなかったりとか、高齢でない方っていうのは重症化するリスクはほぼない。そういった状況でですね、発熱外来等に行ってですね、医療機関をね、逼迫させるのはやめてください。さらにですね、指定感染症の分類、これもですね、緩和すべきだと思います。私はですね、ビオンテック・ファイザーのですね、新型コロナウイルスワクチン3回接種しております。最後はですね、今年の2月に接種しましたので、もうそろそろ半年経つんですけれども、まあ今ですね、高齢者と基礎疾患を持っている人以外に4回目のブースター接種というのはですね、接種券がまだ来ない国の接種した方がいいですよっていう推奨にはなっておりませんので、まだ今ですね、この新型コロナウイルスに対して予防および重症化予防、まあ、感染拡大防止、こういったものにですね、明確に効果があるというふうにされているものは、このワクチンぐらいしかありませんのでですね、それを、まあ、接種するというのはですね、非常に僕は大事なことだというふうに思っております。またですね、皆さん、なんかマスクしたりとか自粛したりとか行動制限したらですね、次の流行がなくなると思ってるのかもしれませんけれども、まあ、今回第7波ですかわかんないですけど、どんどん波というのがですね、来ると。それはですね、新型コロナウイルスではなく、旧型のコロナウイルスがですね、100年以上前にですね、最後のやつが流行したりとか、まあ、これロシア風邪と呼ばれてるんですけれども、これは旧型、もう100年以上経ってですね、旧型のコロナウイルスでそんなに重症化しない軽い風邪のウイルスになってしまうんですけれども、何回もですね、この RNA 型のウイルスというのはですね、変異を繰り返して感染予防対策的なものをですね、すり抜けていって、まあ、最終的には歴史が証明する通りですね、弱毒化していくというふうに考えられております。以前はですね、こういったウイルスに対するワクチンというものがですね、まだまだ研究途上だった。それこそですね、首都ぐらいしか予防対策が、まあ、感染症、ウイルスとかの感染症に対する予防策がなかった時代、ウイルスというものがですね、どういうものか分かってなかった時代、自然免疫、みんながですね、感染したりとか、人が死んだり重症化したりしてですね、それを繰り返して、やっと、まあ、100年以上経ってですね、ただの風邪になっていくわけですけれども、それをですね、こういったワクチンを接種することによって早めていこうと。まあ、そういった意味合いがありますので、いくらですね、こう、中国みたいにゼロコロナ政策みたいな感じでやってたところでですね、それをすり抜けて流行が広まってしまって、結果として、
たくさんの人がですね、重症化したりとか死んだりとかするっていうことになってしまいますので、さっさとワクチン接種しろよと。本当になんかそのアレルギー等があってですね、ワクチンが打てない人たちは仕方がないですけれども、別に他のワクチンを打ってるよとかですね、そういった方はですね、打つべきだと私は思っております。私はですね、医療普及協会というですね、一般社団法人を数年前に立ち上げて、こういった予防できる病気を予防しましょうという啓蒙活動を繰り広げてまいりました。私は医師ですけれども無給です。というか他の理事さん全員無給です。皆さん、こういった予防医療普及のためにですね、ボランティアで数年間活動されてます。さらに言うとですね、まあ、事務局の一部の方はですね、本当にフルタイムで働いていただいているので、お給料をお出ししております。また一部のボランティアの方にも、まあ、本当に微小ながら報酬というものをですね、お出ししております。そういった財源というのはですね、予防医療オンラインサロンの会員方からのですね、会費、そしてですね、予防できる病気のですね、検査キット、こちらのですね、売り上げ、あとは本当にごくごく一部のですね、医療情報サービスを提供する会社さんからのスポンサー、こういったもので、成り立っております。協会はですね、本当に残高というのは数百万円でずっと継続しておりまして、まあ、書籍を出したりとか、講演会で喋ったりとか、あるいはですね、セミナーを開催したりですとか、あとはその予防医療を普及させるための啓蒙の映画を作ったりとか、こういったところにこのお金は使わさせていただいております。